ベンジャミン・ワトソンはバージニア州ノーフォーク出身の元アメリカンフットボール選手。ポジションはタイトエンド。サウスカロライナ州ロックヒルの高校に通いアメリカンフットボールと陸上競技を行った。高校3年時、彼の学校は州のチャンピオンとなった。4年時、フットボールでは31回のレシーブで515ヤードを獲得した。 陸上競技では短距離層の選手として、200メートル層で22秒37、400メートル層で50秒03の記録を出した。デューク大学に進学したが、その後、ジョージア大学に転校し、3シーズンプレーし、65回のレシーブで852ヤードを獲得、6TD を挙げた。2004年の NFL ドラフト一巡全体32位で、 ニューイングランドペイトリオッツに指名された。この年1試合の出場に終わり、シーズンの大半を故障者リストで過ごした。チームは第39回スーパーボールでフィラデルフィア・イーグルスを破り、スーパーボール連覇を果たした。2007年、ペイトリオッツが無敗で、レギュラーシーズンを終えたが、彼はチーム3位の 6TD を挙げた。 2009年のバッファロービルズとの開幕戦では残り55秒に、前年に故障したトム・ブレーディからの決勝 TD パスを2本の TD パスをキャッチした。ペイトリオッツ在籍中は、怪我による欠場が多く、6シーズンで49試合の出場にとどまった。2010年3月12日、クリーブランド・ブラウンズと契約、ペイトリオッツ時代のオフェンスコーディネーター、 エリック・マンジーニヘッドコーチと再会した。2012年は、先発手として49回のレシーブで501ヤードを獲得、3TD を挙げた。2013年3月18日、ニューオーリンズ・セインツと3年契約を結んだ。この年、発覚したマイアメドルフィンズのいじめ問題について、今まで聞いた中で最悪の出来事だと語った。2015年、彼は、 ドリュー・ブリーズ、ザック、ストリーフと共に、オフェンスのキャプテンに選ばれた。第6週のサーズデー・ナイト・フットボールで、それまで開幕から無敗だった、アトランタ・ファルコンズとチームは対戦。その試合で彼は10回のレシーブで127ヤードを、獲得 1TD を上げて、チームの勝利に貢献した。第8週のニューヨーク・ジャイアンツ戦でも9回の、 レシーブで147ヤードを獲得、1TD を上げた。この年、75回のレシーブで825ヤードを獲得、6TD を上げて、プロボールの補欠に選ばれた。また、イーライ・マニング、アンク・アン・ボールディンと共に、ウォルタ・ペトン・マン・オブ・ザ・イヤーのファイナリストに選ばれた。2016年3月9日、ボルチモア・レイブンズと2年700万ドルで契約を結んだ。 8月27日に行われたデトロイトライオンズとのプレシーズンゲーム第3週の試合でアキレス腱を断裂しシーズン絶望となった。2017年は16試合に出場し12試合に先発61回のレシーブで522ヤード4回のタッチダウンを挙げた。2018年3月28日にセインツと1年200万ドルで契約を結んだ。 10月21日のフルス・レイブンズ戦では、ドリューブリーズのキャリア500回目のタッチダウンパスをキャッチした。2018年12月にイタンは現役引退を表明したが、2019年5月10日にペイトリオッツと契約した。10月21日のニューヨークジェッツ戦でシーズン初出場を果たし、プレイオフワイルドカードラウンドのテネシータイタンズ戦にも出場した。 2020年3月16日に2度目の現役引退を表明した。2014年8月、黒人青年が白人警官に射殺され、同年11月にこの警官が不起訴となった、ファーガソン決定に対する投稿は、インプレッション数5億件、86.3万件のいいね、8万6千件のコメントが集まり、彼のメッセージは47.3万回シェアされた。 そして彼は CNN より2014年に最も注目を集めた人々11人の一人に選ばれた。ありがとうございます。